大自然が迫ってきました。うわーすごい、すごい水の量ですね。うわーすごい、水しぶきがすごい。辻井信之さんは北極圏に接した島国アイスランドを旅しました。氷河から溶け出た水が作る巨大な滝、グトルフォス。風の音とか、やっぱこの水しぶきの感じとか、本当に大自然って感じですね。辻井さんはアシュケナージが愛する大自然に触れてみることにしました。向かったのはアイスランドを代表する氷河。防寒具に身を包み氷河へ向かいます。探検隊の格好です。お楽しみです。探検するのはアイスランドで2番目に大きいLangjökull氷河。そこへはこの特別な車両でしか行けません。ミサイルの発射台だった軍用車を改良した車です。 Hello. Hello. My name is Bane. Hey, nice to meet you. Nice to meet you. I'm gonna be your guide. Yeah. Welcome to the glacier. なんと氷河の地下を探検できるといいます。その入り口があるのは標高1300メートル。一面が銀世界になりました。氷河の地下、そこはどんな世界なのか。走ること1時間、ようやく目的地に到着。This is what I'm putting on your shoes. This is the chain underneath. Yeah. So it's not slippery for you to walk. Oh, okay. Yes. 氷河は文字通り氷、滑りやすく危険です。いよいよ氷河の上へ。氷の大地がどこまでも続いています。気温はマイナス3度。いや、思ったよりもうちょっと寒いのかなと思ったんですけど、意外に寒くなくてびっくりしました。空気はやっぱ気持ちいいですし、風強いですけどそんなにものすごいわけではないですね。でもなんかエネルギーを感じますね。 So when you're ready, yeah. You can just continue. Yeah. 氷河の地下には神秘的な世界が広がっていました。辻井さんが氷河の地下へ向かいます。何千年という年月を経てできた氷河、その輝きが神秘的でした。足を滑らせないように慎重に一歩ずつ。So we are at the moment 30 meters below the surface. ここがゴールではありません。氷のトンネルは
まだまだ続いています。氷河の厚みはどれぐらいあるのでしょうか。Would you like to touch the glacier? Take off the glove and touch the glacier? Yeah. Okay. Stop here, yes. Just slowly. Oh, that's the glacier. Yes. もう本当に氷がこんなにすごいとは思ってもいなかったので、本当になんか大きいですし、もうなんかどこまでも氷河って感じがして、なんかこういう風にして氷河出てきてんだなって、すごいなんかいろいろ感じますね。So this glacier is 7,500 years old. Yeah. You can actually taste it. You can. Hard? Is it soft? Is it soft? It's not so hard. I'm actually fond of ice.本当に自然な味で、何もこう余計なものがなくて、なんか氷の味、こういう味なんだなってことがすごくよくわかりました。The glacier always moves. In 10 days, one centimeter lower. After 100 days, 10 centimeters. Because ice, it's always moving down. Wow.アイスランドに広がる溶岩の大地、そこでは地球に初めて大地ができた時のような命の芽生えを見ることができます。辻井さんが歩いているのは苔の群生地。固く乾燥した溶岩の上に苔が生えています。いや、なんか何とも言えない感触で、意外に苔って柔らかいなと思いましたね。もっとなんか痛いのかなとか思ってましたけど。まだ草木が根を張れるような土がない場所で命を育む苔、それが黒い溶岩の大地を緑の大地へと変えてゆきます。苔の絨毯に腰掛けると自然の音が聞こえてきました。鳥も鳴いてて本当気持ちいいですし、風も気持ちいいし、静かでやっぱ自然を感じられます。アシュケナージが愛する自然が辻井さんの感性を刺激していました。